トーマス・クレートン・ウルフは20世紀初頭のアメリカ合衆国で活躍した作家である。トマス・ウルフと表記されることもある。ウルフは4本の長編小説に加え、複数の短編、擬曲、中編小説を執筆した。彼の作風は自伝的な書き口で独創性、詩集に富んだ文章を感じたまま叙情的に書き上げるものである。 1920年代後半から1940年代にかけて執筆、出版された小説は、ウルフの繊細かつ洗練され、かなり分析的な視点を通したものではあるが、当時のアメリカ文化や風俗を鮮やかに反映している。現在では翻訳も絶版状態だが、存命中は広く知られた作家であった。ウルフの死後、彼と、 同時代の作家ウィリアム・フォークナーは、ウルフは自分たちの時代で、最も才能ある人物だったかもしれない、と述べた。ウルフの影響は、ビート・ジェネレーションの作家ジャック・ケルアックや、レイ・ブラッドベリ、フィリップ・ロスなどに及んでいる。彼は、自伝文学の第一人者として、現在でも現代アメリカ文学の重要作家であり、ノースカロライナ州出身の最も有名な作家と、 考えられている。ウルフは、ノースカロライナ州アシュビルで、ウィリアム・オリバー・ウルフ、ジュリア・エリザベス・ウェストールの間に、8人兄弟の、末っ子として生まれた。兄弟8人のうち6人が成人した。親しい人間の間では、トムとの相性で呼ばれた。ウルフは、自分が生まれた、ウッドフィン通り92番地で生活した。父親は、石膏として成功しており、 破壊事業を営んでいた。母親は下宿人を引き受けており、盛んに不動産取得を行っていた。1904年、母ジュリアはセントルイス万国博覧会に合わせてミズーリ州セントルイスに下宿屋を開いている。家族がセントルイスにいる間に12歳だった兄のグローバーが蝶チ,チーフスで亡くなっている。 アシュビル、スプルース通り48番地にあるトーマスウルフハウス1906年、母ジュリアは、アシュビルスプルース通り48番地近くの下宿屋、オールド、ケンタッキーホームを買い取り、他の家族を、ウッドフィン通りの家に残したまま、末息子のトーマスと二人で暮らし始めた。ウルフは1916年に、大学へ進学するまで、スプルース通りのこの下宿屋で暮らした。 現在建物は記念館トーマスウルフハウスとして一般公開されている。ウルフが兄弟の中で一番親しくしていたのは兄のベンで26歳という兄の早すぎる死はウルフの小説天使を故郷を見よで描写されている。ジュリアは不動産の売り買いを行い次第に不動産投資家として成功するようになった。ウルフは ノース・ステート・フィッティング・スクールに通い、そこで出会った教師のマーガレット・ロバーツは、作家になりたいという彼の夢を後押しした。ウルフは、ノースカロライナ大学チャペルヒル校に進学した。大学では、社交クラブダイエレクティック・ソサエティとバイカッパ・ファイに、席を置き、いつしか自分の肖像画が、ノースカロライナ州の政治家ゼブロン・バンスの近くに、かけられるだろうと予言した。 1919年、脚本家になりたがったウルフは、大学で、脚本家コースに参加した。ウルフが書いた一幕の劇座、リターン・オブ・バック・ギャビンは、フレデリック・コッホの脚本家クラスの生徒で新しく、結成された劇団カロライナ・プレイメーカーズによって、演じられ、ウルフ自身もタイトルロールを演じた。彼はまた、アンクの学生新聞、デイリー・ター・ヒールの編集に携わり、 産業の危機ザクライシスインダストリーと銘打ったエッセイでワースショー哲学部門を獲得している。彼が書いた別の儀曲ザサードナイトは戦術の学生劇団プレイメーカーズによって1919 19年12月に上演された。ウルフはまたゴールデンフリース栄養社会に入会している。ウルフは学士を取得して1920年にアンクを卒業した。 この年の9月には、ハーバード大学教養大学院に入学し、ジョージ・ピアース・ベーカーに指示して、脚本を学んだ。ウルフによる脚本・イン・ザ・マウンテンズは、1921年に、開かれたベーカーのワークショップ・ザ・47ワークショップで2パターン上演されている。1922年、ウルフは、ハーバード大学で修士号を取得した。 彼の父は同じ年の6月にアシュビルで亡くなり、このことは彼の執筆に大きな影響を与えた。ウルフはベーカーのワークショップでもう一年学ぶことにし、1923年5月には重視シからなる演劇ウェルカムツーアワーシティをプロデュースしている。ウルフは1923年11月に再びニューヨーク市を訪れブロードウェイで 自分の儀曲を売り込むため、アンクへ資金提供を求めている。1924年2月、彼はニューヨーク大学で英語の講師として働き始め、断続的に7年ほどこの仕事を続けた。ウルフの脚本は、軒並み大長編であったため、3年間一作の脚本も売ることはできなかった。シアターギルドが、ウェルカムツーアワーシティの制作に乗り出したが、 この話は結局とんざし、ウルフは自分の作風は舞台より小説に向いていると悟った。ウルフは1924年10月にヨーロッパに向かい執筆を続けることにした。ウルフはイングランドを経てフランス、イタリア、スイスへと向かっている。1925年10月にアメリカへ戻ってくる戦場で、ウルフは シアターギルドの舞台演出家アリーン・バーンスタインに出会った。バーンスタインはウルフより18歳年上で成功した株式仲買人の夫との間に二人の子供も儲けていた。ウルフとバーンスタインは戦場で恋に落ち5年間不倫関係を続けた。二人の関係は時にぶつかり合うような想像しいものだったが、バーンスタインはウルフに大きな影響を与え、 彼の執筆を励まし、金銭面でも支えた。ウルフはややき音がちで、この癖は興奮すると助長された。身長6フィート6インチと長身だったウルフは、冷蔵庫を台にして、立ちながら、原稿を執筆するのが常だった。ウルフは1926年夏に、ヨーロッパへ戻り、自伝小説、失われし者、オーロストの最初のバージョンを書き上げた。 この小説はウルフがアシュビルで送った青春期をもとに彼の家族や友人スプルース通りで母が営む下宿の曲がり人たちの生活を年代記にしたもので後に諸女長編小説天使を故郷を見よへと発展したウルフは作品の中でアシュビルにアルタモントという新しい名前を与え母の営んでいた下宿にはディクシーランドとの名前を付けた ウルフ家をモデルにした主人公家族はガント家とされ、ウルフ自身は主人公の友人ーー、父ウィリアムはオリバー、母ジュリアはエリザとして登場する。失われし者のオリジナル原稿は1100ページ調、33万3000個の大作で、後の天使を故郷を見よの決定稿と比べると、やや実験的な書き口であった。作品はバーンスタインによって、 文学エージェント、マドレーヌ・ボイドの元へ持ち込まれ、ボイドはそれを、チャールズ・スクリブナーズ・サンズで、F ・スコット・フィッツ・ジェラルドや、アーネスト・ヘミングウェイを担当していた、有名編集者、マックス・パーキンズへ引き渡した。パーキンズは、ウルフの分身でもある友人のキャラクターを明確に、するために文章をあちこちカットするよう進め、出版までに6万6000語余りが削除された。 作品名は当初の失われしものからジョン・ミルトンのリシダスより引用した天使を故郷を見よに変更された。天使を故郷を見よにはバーンスタイン宛の拳字が付けられウォール街大暴落直前の1929年9月に出版された。出版直後の1930年にウルフはヨーロッパへ戻りバーンスタインとの常時を終わらせようとした。 ウルフは、諸女作の執筆から観光まで面倒を見てくれた、バーンスタインに感謝していたが、その一方で関係を断ち切りたがっていたのである。また、天使を故郷を見よは、自伝的な作品だったので、自分を題材にされたと思った人々からは、心象が悪く、ウルフは、故郷、アシュビルで妻はじきにされた。この騒ぎのためアシュビルを離れることを選んだウルフは、 8年間帰省することもなく、代わりにインゼーとグッゲンハイム財団からの奨学金でヨーロッパへ旅立った。天使を故郷を見よはイギリスドイツでベストセラーとなった。ウルフの家族には作品中の描写に慌てた者も,もいたが、アメノメーベルはウルフが強い心を持っていると信じている胸を書き送っている。その後四年間ブルックリンに住んで執筆を続けたウルフは、 スクリブナー社から出す第二作として複数巻きからなる大女子史座をオ,オクトーバーフェアを完成させて提出した作品全体を出版した場合の商業的可能性を考えた後パーキンズは原稿を大きくカットして端巻きものとして出版することを決めた第二作地と川については1935年に出版され諸女作の天使を故郷を見よより 商業的に成功した。ウルフの作品は登場人物の心情や動作をすべて再現しようとするために大長編となっており、一方で記述の分量などバランス感覚が欠けていたので、この点をパーキンズの編集が補った。この編集作業に深く感謝していたウルフは、この作品にパーキンズ宛の拳銃をつけた。パーキンズは編集者が 表に出るのを良しとせず、ウルフの身を切らせて、削除に同意させたことなどを挙げて、検定を断ろうとしたが、結局は、受け入れた上で、自分にとって幸せなことだと書き送っている。今度の作品には、アシュビルの人々は登場しなかったが、皮肉なことに、地元住民は自分たちが登場しなかったことで、慌てふためいた。作中に登場するエスター・ジャックは、 バーンスタインをモデルにしたものだった。観光と前後した1934年、ウルフは、ボイドとの契約を解除して、マキシム・リーバーと、文学エージェント契約を結んだ。ウルフは、元から神経質な人間だったが、1935年に、出した、最初の短編集、死より朝へ、フロム・デス・ツー・モーニングが国評を受け始めたことで、パーキンズなど、 周囲の人間に当たり散らすようになった。また、自らの実体験をもとに、天使を故郷を見よ、地と川についてを書き上げたウルフは、パーキンズから聞いた話などをもとに、スクリブナー社の内幕を小説に起こし始めた。パーキンズの同僚だったジョンホールホイーロックは、彼は、不用意な発言をする男ではなかったが、酔いが回ってくると、 トムを授からなかった息子のように思って話をしたのだろうと振り返っている。パーキンズはこれでは会社にいられなくなると漏らし、エージェントのエリザベス・ノー・エルから不要意にも、この発言を伝えられたウルフは激怒した。さらに具合の悪いことに、死より朝へ収録の短編で、モデルにされた女性が、ウルフへ医者料の支払いを求める訴えを起こそうとした。パーキンズは、 彼女たちが金目当てに申し入れたに過ぎず、ウルフを執筆に専念させるため時段で本当に解決しようと考えていた。また、長年にわたって身近な人物を題材としてきた、ウルフには、裁判沙汰になれば名誉毀損訴訟を何件も起こされるリスクがあった。しかしウルフは、この行動に対して、スクリブナー社が自分を守ってくれなかったと不満を抱いた。 この意見を機に、1936年11月12日、ウルフは契約の解除を手紙で申し入れ、スクリブナー社もそれを了承して、印税を生産した。ウルフとスクリブナー社の決裂については、パーキンズのしつけメータ、厳しい編集が原因になったとの指摘も存在する。また、パーキンズの編集なしでは成功できなかったとの論評に、 ウルフが憤慨したという説も存在する。1936年にバーナード・デ・ボートがサタデー・レビュー・サタデー・レビューへ発表した避難記事では、ウルフの書いたある小説の物語ザ・ストーリー・オブ・エーノベルを表しつつ、天使を故郷を見ようについて切り刻まれ、整形され、圧縮されて、ターキンズ氏の小説というか、スクリブナー社の大量生産品のようになっていると。 書かれている。デボートは、構成力もないウルフは、パーキンズなしでは大作家になれなかったと断定した。ある小説の物語は、前年1935年7月に、コロラド大学で開かれた、作家会議で、自作執筆における、パーキンズの助力を語り、これに過失して出版したものだった。結局ウルフは、 スクリブナー社を離れるようにというエドワード・アズウェルの説得をのみ、ハーパーブラザーズへ反元を変えた。パーキンズと文学上は決別したものの、ウルフはパーキンズの中に父親像を見出しており、息子を望みながら娘ばかり5人授かった。パーキンズの側もウルフを息子のように見ていたと言われている。仕事と家庭生活をきっちり分けていたパーキンズだったが、 ウルフだけは例外として何度もパーキンズ家を訪れて会食した。ウルフは何時再び故郷に帰れず中でパーキンズがモデルのフォックスホールモートン・エドワーズ編集長について次のように書き記している。徐々にフォックスの中に亡くなった父、探し求めていた父親の姿を見出しているようにジョージは思った。かくしてフォックスは第二のお父。 精神上の父になったのである。トーマスウルフ、何時再び故郷へ帰れずウルフは長い間ヨーロッパで生活したが作品は特にドイツで人気となり現地で多くの友人を作った。しかしながら1936年にユダヤ人への差別事件を目撃したことが原因となり老狽したウルフはドイツの政治情勢に関する考えを改めた。 ウルフはアメリカへ帰国し、自分の観察に基づいた小説、アイハバシングツーテルユーをニューリーパブリック誌に掲載した。この掲載がきっかけで、ドイツ政府は、ウルフの本を発禁処置にし、同時に、ウルフ本人のドイツ渡航も禁止された。1937年には、南北戦争中に起きた同盟の戦いを扱った短編小説チキモーガーを出版している。 ウルフは同じ年の夏に、諸女作、天使を故郷を見よ出版以来初めて、アシュビルへ帰省した。1938年、新しい編集者、エドワード・アズウェルに100万語の原稿を託した後、ウルフは、ニューヨークを離れて、アメリカ西部旅行へ出かけた。道中、ウルフは、パデュー大学に立ち寄って、ライティングリビングと題した講義を行い、 その後これまで訪れたことのなかった西部の11国立公園を2週間かけて巡った。ウルフはアズウェルへ過去の作品では自分の家族を主題にしていたが今ではもっと全体的な視点で物が描けそうだと書き送っている。7月、ウルフはシアトルを訪れている最中に肺炎にかかり現地病院に3週間入院した。姉のメーベルは ワシントン DC で営んでいた下宿を畳み、ウルフの看病をするためシアトルに駆けつけた。合併症を起こしたウルフは、その後脳内の続流結核と診断された。9月6日、ウルフはアメリカで最も有名な脳外科医、ウォルター・ダンディの治療を受けるため、ボルティモアのジョンズ・ホップキンズ病院へ転院した。転院後手術が行われたが、病巣は彼の右脳全体に広がっており、 今時手術は不可能と判断された。ウルフは意識を回復することなく三十八歳の誕生日を十八日後に控えた九百三十八年九月十五日に結核性の応援が原因で亡くなった。彼の最後の作品は国立公園をめぐる二週間の旅を綴った気候文で彼の死から数時間後にウルフを見取った人々によって見つけられた。 パーキンズやスクリブナー社と決別したウルフだったが、彼は昏睡状態に陥る前、シアトルの病床から最も親しい友人と考えていたパーキンズへ手紙を送っている。彼はパーキンズがウルフの作品をものにする手助けをしたことを認め、結びに次のように綴っている。何が起こっても、そして過去に何があったにしても、いつもあなたのことを考え、 あなたに対して3年前の7月4日と同じ感情を抱いています。あなたが私を船まで出迎えてくれ、二人で高いビルの屋上に登り、人生と都会の異様さ、栄光、力が眼下に広がっているのを見たあの日と同じ気持ちなのです。I shall always think of you and feel about you, the way it was that force of July day three years.

ノースカロライナ州アシュビルのリバーサイド共同墓地へ両親や兄弟と共に埋葬されている。ウルフの死の翌日、ニューヨークタイムズ紙は彼は現在のアメリカ文学で最も自信を持った若い表現者の一人でよく響く豊かな声だっただけにその音が突然鳴りやんだことが信じがたいほどだ。行儀が悪く予測不可能な才能だったけれど彼には 天才という刻印がふさわしい。彼の中には、人生や表現に対する尽きることのない勢力、不屈の迫力、癒されない、執着心があり、それは彼を高みに押し上げたかもしれない一方で、彼自身を引き裂いたものでもあったと掲載した。またタイム誌は、先週のトーマス・クレイトン・ウルフの誌は、批評家たちに激しい衝撃を与え、同時代のアメリカの小説家中で、彼が、 最も期待されていた人物だと認識させたと評した。ウルフの生前に出版された作品は、全体の半分もなく、死後多くの未出版原稿が残された。出版社に、完成済みで未出版の小説を2冊残して、亡くなったのは、アメリカの作家で、ウルフが初めてだった。この2冊は、ハーパーブラザーズのエドワード・アズウェルが編集した、あと、クモのストイは、 何時再び故郷に帰れずとして出版された。それぞれ700ページ近くある2作には、今まで書かれた短巻物小説の中で最長の2冊、との批評も付けられた。作中で、ウルフは、自己投影した、登場人物の名前を、それまでの友人ラントからジョージ・ウェバーへ変更している。天使を故郷を見よの、作家版である。 オリジナルの失われし者、オーロストは F ・スコット・フィッツ・ジェラルドの研究者であるマシュー・ジェブルッコリによって再構成され、ウルフの生誕に100年を記念した2000年に出版された。ブルッコリは、パーキンズは有能な編集者だったものの、天使を故郷を見よは完全版の失われし、者に見劣りし、完全版の小説の刊行は、 文学の聖典へ名作を復活させるも同然だと述べている。天使を故郷を見よの出版にあたり、ジョン・チェンバレン、カール・バンドーレン、ストリング・フェロー・バーなど多くの批評家が好意的な反応を寄せた。マーガレット・ウォレスはニューヨーク・タイムズ・ブック・レビューの中で、ウルフがアメリカの田舎暮らしでの退屈な境遇から今までに生み出された中で、 興味深く力強い本を作り上げたと評した。スクリブナーズマガジンに掲載された特命レビュー、そして多くの批評家や学者たちが、ウルフとウォルト・ホイットマンの作風に共通点が多い、ことを指摘している。1930年7月に、天使を故郷を見よがイギリスで出版された時にも、同様の批評が寄せられた。作家、詩人のリチャード・アルディントンは、小説は、 計り知れない古代な表現の産物で、有機的な形をとり、動きがあって、生命の愛で溢れている私は、ウルフ氏を、大いに賛美すると述べた。アメリカ人初のノーベル文学賞受賞者となった、シンクレア・ルイスは、1930年の受賞スピーチや、記者会見の場で、ウルフについて述べ、彼はアメリカで最も偉大な作家になるチャンスを手に、 していたかもしれない実際私には、彼が世界で最も偉大な作家の一人に選ばれない、理由がわからないと述べている。彼の長編、第二作、地と川についての出版にあたっては、欠点をいくつか挙げた、批評家もいたが、概ね好意的な批評を得て、読者の反応も、作品を支持するものが多かった。 作品は大衆に受け入れられ、ウルフはアメリカで唯一人のベストセラー作家となった。出版は1935年の文学史に残るイベントとみなされたが、これは天使を故郷を見よの出版当初、ほとんど注目されなかったこととは対照的だった。ニューヨークタイムズ、ニューヨークヘラルドトリビューンの両紙は一面に熱烈な書評を掲載した。 クリフトン・ファディマンは、ザ・ニューヨーカーで、本に抱いた感情はうまく表せないが、数十年、アメリカ文学には、彼のような雄弁さは登場していなかったと評した。ニューリーパブリックのマルカム・カウリーは、本が、半分の長さだったなら2倍良かったとしつつも、ウルフは、ディケンズやドストエフスキーと同じ香りがすると評されるで、アロー、現代唯一の作家だと述べた。 ロバート・ペン・オーレンは、ウルフは、書かれたかもしれない、見事な小説から、素晴らしい談章を作り上げたと評し、シェイクスピアはただ、ハムレットを書いただけで、彼自身は、ハムレットではなかったことを思い出しても良いかもしれない、とも続けた。ジョン・ドナルド・ウェードもウルフを賛美する批評を、出版している。ウルフは生前、F ・スコット・フィッツ・ジェラルドや、アーネスト・ヘミングウェイ、 ウィリアム・フォークナーと並ぶアメリカ文学の代表的な作家の一人と考えられていた。2003年のニューヨーク・タイムズ紙では、ウルフの世評や関連した学術論文は回復傾向にあると評されたが、実際のところ作品の人気は彼の死後すべて打ち砕かれた。ウルフの作品は大学の授業や優れた作家によるアンソロジーでも、 省かれることがしばしばである。フォークナーや W.J. キャッシュはウルフを同時代の作家で最も有能な人物と位置づけたと述べている。アーネスト・ヘミングウェイはウルフを表して文学界の膨れすぎたリル・アブナーだと述べた。ウルフの作品を集めたアーカイブコレクションはアメリカ合衆国の2大学に収蔵されている。一つはハーバード大学ホートン図書館の トーマス・クレートン・ウルフ文書で、ここには、ウルフの全原稿が収められている。二つ目は、ノースカロライナ大学チャペルヒル校の、ノースカロライナコレクションに収蔵された、トーマス・ウルフコレクションである。ノースカロライナ大学チャペルヒル校では、ウルフの誕生日に近い毎年10月に、現代の作家に向けて、トーマス・ウルフ賞の授与と記念講義を開催しており、過去の受賞者には、 ロイ・ブラント・ジュニアや、ロバート・モーガン、パッド・コンロイなどがいる。ハーバード大学の歴史研究家、デイビッド・ハーバート・ドナルドは、ウルフを扱った電気ルック・ホームワードで、1988年の、ピューリッツァー賞電気部門を獲得した。ウルフに触発された多くの作家の中には、ブルックリン横町の作者ベティ・スミスや、ギャップ・クリークを書いた詩人のロバート・モーガン、 昇竜の王者を書いたパッドコンロイなどがおり、中でもコンロイは、私の作家としてのキャリアは、自分が、天使を故郷を見ようを読み終えたその瞬間に始まったと、述べている。ジャック・ケルラックもウルフを崇拝していたほか、レイ・ブラッドベリーもウルフの影響を受け、彼を自作の登場人物として登場させている。人気テレビシリーズ、我が家は11人を制作したアル・ハムナー・ジュニアは、 若い頃ウルフに熱中していたという。ハンター・エス・トンプソンは、彼の有名なセリフフィア・アロージングについて、ウルフの作品から引用したと述べている、クモの巣と、岩62ページからの引用。チャールズ・スクリブナーズ・サンズの編集者、マックス・パーキンズとの交流を主軸にした2016年の映画、ベストセラー編集者パーキンズに捧ぐでは、ジュードローが、ウルフ役を演じた。 また、パトロン兼パートナーだったアリーン・バーンスタイン役は、ニコール・キッドマンが演じた。サンドラ・メイソンによる戯曲リターン・オブ・アイ・エンジェルでは、天使を故郷を見よう、出版当時、ウルフ家やアシュビルの人々が、どのような受け止め方をしたか描かれている。戯曲は、記念館、トーマス・ウルフハウスの近くで、ウルフの誕生月である10月に数回、上演されている。 アシュビルのパック記念図書館には、アシュビルの有名な息子を称えて、トーマスウルフコレクションが収蔵されている。西、ノースカロライナ歴史協会は、1955年、以来トーマスウルフ記念文学賞を毎年開催しており、前年の文学で業績があった人物へ賞が贈られる。トーマスウルフソサエティは、 ウルフの執筆した作品を祝い、毎年作品に関するレビューを出版している。アメリカ合衆国郵便公社は、ウルフ生誕100年となった2000年に、記念切手を発売している。1958年、ケッティ・フリングスは、天使を故郷を見ようもとに、同盟の儀曲を作り上げた。作品は、ブロードウェイのエセル・バリモア・シアターで564回、上演され、 トニー賞6部門にノミネートされたほか、1958年のピューリッツァー賞擬曲部門を獲得した。ロサンゼルスタイムズは、同じ年の今年の女性にフリングスを選出している。1972年には、字と川についてが1時間もののテレビドラマとして放送された。ウルフの擬曲をエルカムツーアワーシティは、彼が、 ハーバード大学に在籍していた頃に2回、そして1950年代には、チュリヒで上演されているほか、2000年には、ウルフ生誕100年を記念し、ニューヨークのミントシアターで上演された。母ジュリアが営んでいた下宿、オールドケンタッキーホームはウルフ家によって寄贈され、1950年代から、記念館、トーマスウルフハウスとして公開されている。 建物の管理は1976年からノースカロライナ州が受け負っており、現在ではアメリカ合衆国国定歴史建造物にも指定されている。1998年にはウルフ家から引き継がれた800の収蔵品のうち200点と家の食堂部分がストリートフェスティバルベレチェアの開催中に放火されて消失した。現在でも放火犯は不明のままである。 修復には240万ドルがかけられ、記念館は2003年に再オープンにした。トーマスウルフソサエティは、ウルフの正しい評価と、その作品の研究を進めようと1970年代遅くに発足した。ソサエティは、毎年5月に、ウルフが訪れたアメリカ・ヨーロッパの各地で、年次総会を行っている。最近の会合は、サウスカロライナ州、グリーンビルや、 フランス・パリ、ミズーリ州、セントルイスなどで行われている。ウルフに関連した作品や学術論文、書簡、批評文などを集め、毎年、トーマス・ウルフレビューとして発行している。ソサエティは、ウルフの名を冠した、文学奨学金の授与も行っている。以下の書籍では、部分的にウルフを解説している。ありがとうございます。